スメデレボは、セルビアの都市及び、基礎自治体でドナウ川の右岸、首都ベオグラードの下流 40km の場所に位置する。2002年現在の市域人口は77,808人、基礎自治体人口は109,809人で、ポトゥナブリエ軍の軍都でもある。ダキア人やトラキア人が後からやってくる民族と、同化するまで居住していた。一世紀には、 ローマ帝国がこの地を支配するようになる。現代のスメデレボは、セルビア公国先成功ジュラジ・ブランコビチが15世紀に成立させたものに、遡る。スメレデレボ要塞が築かれ1430年に、セルビア公国の新首都が置かれた。1439年までブランコビチの居城と、セルビア公国の首都であったが、後に、オスマン帝国によって2ヶ月間包囲される。 その後、オスマンやハンガリー王国との間で平和協定がなされ、ブランコビチはスメデレイボーボに戻される。フニャディアーの種が関連していた。フニャディによる平和協定は破られるが、ブランコビチの中立は残された。セルビア王国は、ハンガリー王国とオスマンとの間の戦いの場となった。1454年、メフメト二世により包囲され、セルビア王国は壊滅した。 フニャディによって、町は解放されるが、1459年スメデレボは、オスマン帝国によって攻略され、その後ブランコビチは死去する。町は、オスマンの要塞となり、1526年まで続く、オスマンハンガリー戦争の重要な部分であった。戦略的に重要な地点であるため、後に再建され拡張されている。長い期間にわたり、 オスマン帝国の行政区画である三尺の主婦がスメデレボには置かれていた。1476年秋、ハンガリー王国とセルビアの合同軍はオスマンの要塞の攻略を試みている。合同軍は三つの木製の反撃用の要塞を作るが、目フメと二世によって追いやられてしまう。激しい戦いの後、ハンガリーは撤退に同意する。その後もたびたび、 オスマンに対して攻略が試みられるが、いずれも失敗に終わっている。長らく、オスマンの支配が続くが19世紀に入り1806年頃になると、セルビア人の反乱が盛んになり、オスマン帝国の力は弱まっていく。第二次世界大戦時、スメデレボは、ドイツの占領下に、イリオウサイは、兵器庫として利用された。1941年6月5日に最悪な、 爆発が要塞で起こり何千もの市民が犠牲となった。スメデレボは工業都市でセルビアの鉄工業の中心地である。以前存在したサーテットの工場は2003年に US スチールに買収されアセスセルビアになった。アセスセルビアは7000人以上の労働者を雇用している。ミラン・ブラガジェビックはスメデレボではアセスセルビアに続き2番目に重要な工場で 白物家電を製造している。工業以外にも農業も行われており、果物やワインの生産も盛んである。食品生産では、イシュラナは、パンの生産会社では重要で、セルビア北部や東部へ供給している。2002年から2008年にかけて、コソボやメトヒアから追われてやってきた人たちにより、人口が急増した。人口比率は2002年現在。 セルビア人が94.47%、ロマが2.13%を占める。ありがとうございます。